はい、新宿駅前ご通行中の皆様、こんばんは、君の台でございます。はい、年度末でございます。年度末でございます。皆さん、今年度やり残したことはないでしょうか。私ありますけど、終わらないと思っているんで諦めております。はい、ね、はい、はい、じゃあとりあえず、先日こうなんかね、1時間前にこうエレベーター、なんだ、資材用エレベーターで脱出とかいう、こう、W7 かみたいなことをやってたんだね、岸田君みたいな話が出てきましたね。はい、で、ウクライナまで、キーウまで行ってきた、キエフまで行ってきたらしいんですけど、で、その裏でご存知だった方はご存知だと思うんですが、中ロか、中国とロシアの首脳会談がやってました。はい、で、影が薄かったというか、日本ではてか、それ薄くなるの日本だけでねえかって思うんだけど、どうなんだろうね。なんかわけわかんないけど、ね、日本では確かに中ロ首脳会談よりも岸田のウルトラシーで相手をなかなか頑張ったねって感じ。うん、こう工程を考えると、おうすごいね、よう頑張ったよって感じ。調べてみてください。なかなかこうアクロバティックな工程を踏んでおりますよ。はい、で、それの結果、中国様がお怒りになったようでございまして、はい、日本の製薬会社の、方が、中国で、お縄になってしまったらしいですね。理由はわからない、はい、情報漏洩とかよくわからない理由なんでしょうかね。中国ですから、その辺は押して知るべしですね。はい、党の維新が、州の維新が何よりも優先されちまうので、ね、日本が、あるいはアメリカが、あるいはカナダが、G7 のどっかが、なんかやると、その相手の国の法人をと捕まえる、人をと捕まえるってことを、散々やってきたわけでありますね。まあ、またかっちゃまたかっていうか、そういう意味で言うと、今回の岸田のやり口はって相手言いますが、まあ、有効だったってことなんじゃないですかね。はい、まあ、捕まった方にはちょっと申し訳ないですけど、ね、ただまあ、中ロ首脳会談の方も話題になったはずなんですよ。はい、話題にはなってたはずなんですが、それはこう世界的な方面で出てくる話であって、日本国内ではなかなか話題になってなかったのかなと思いますね。はい、ただね、思いのほかね、もっと中ロ蜜月をアピールしてくるのかと思ったら、意外とね、水と油とまではいかないけど、混ざってない中が、卵が足りないマヨネーズ状態ですね。はい、マヨネーズって卵でこうね、油と酢をくっつけるじゃないですか。だからこのね、乳化剤っていうんですけど、乳化剤が足りないんじゃないかな、中ロの間の乳化剤を誰がやるのかなってちょっと思っちゃいました。はい、水と油が微妙に分離してるかなってちょっと思ったんですけど、まあその辺はね、別に私が聞いてることじゃないと思っております。で、その、首脳会談の結果なのかどうなのか分かりませんが、ロシアがついに、まあ、昔あったキューバ危機の二の舞的なことをやりましたね。はい、はい、ね、戦術核かなを、ついに、ね、ウクライナの脇にもう一個、ね、置きましょうかみたいなことを言い出したらしいです。はい、まあね、キューバ危機の時はこうアメリカに届く位置にあったから問題だったんであって、今回はどうなんだろうね。ウクライナに届く位置に置くからやばいって言うかもしれないけど、いやモスクワから打っても届くしなみたいな感じがあるんですけど、私だから、まあキューバ危機の時ほど、まあ、他国に供与するから問題っちゃ問題だけど、でもな、どっちにしろ打つボタンはロシアが持つんだろ、そしたら結局あんま変わんねえんじゃねって思うんですけどね。まあもちろんウクライナに対してそうなんですけど、西欧諸国、ね、ドイツだ、フランスだ、ひたすらイギリスだ、まで届くんだけど、それもやっぱりモスクワから打っても届くんだよな、どうなんだろうと思っちゃいますね。はい、ね、これがね、ドローンのもう航空基地とかさ、はい、ドローンの集積基地とかさ、ね、そっちの方がよほど問題なんじゃなんだろうかと思いますね。はい、まあ確かに戦術核には戦争を終わらせるだけの威力はありますが、まあ我が国の国民、日本人ならば分かっていらっしゃると思いますが、それで終わった戦争はその後の土地はしばらく使えなくなるわけでありまして、その後の復興に多大な労力をしなければとてもじゃないけど使えなくなるんですね。はい、
ね、実際、ね、あの落ちた直後のその後の白血病だなんだの方がよほど問題が大きかったという悲惨だったっていうのは皆さん広島ナースに行かれればお分かりになるかなとは思います。はい、ですね、リヒトも聞いてないそうですが、でそれをウクライナでやるかどうか、ただね、もう話している中では打たなきゃ終わんないよなっていう話題にはなるんですよね。何かもう互いのどっちかのアキレス腱を切るようなもう決定的な一撃です、はい、クリティカルな一撃がないと、まあ、このままダラダラいくのかなと思います、ね、ただ結局こうどっちももう終わらせられないし終わらせたくないんだろうなと思うね。ロシアにすれば戦争を継続しているから中国から支援をもらう口実ができるわけだし、ウクライナにしても戦争を継続しているから西欧諸国からの支援、軍事支援と食料支援、技術支援が潤沢にもらえるわけです。もちろん復興してても復興するってなってももちろんそれはそれで、はい、支援をもらえるでしょう。ただそれは期限付きですよね。復興が目処が立つまでっていう期限付きです。それよりはだら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 戦争を継続してた方がもしかしたらより多くのお金がゼレンスキーちゃんの懐に入ってしまうのかな、思わんことはない、まあ、いずれにせよ岸田ちゃんの電撃給付金が、はい、中国シュウちゃんのプーちゃんのこうちょっと堪忍袋に触れちゃったみたいで、はい、アステラス製薬さん の、はい、方がちょっとお捕まえしました、はい、ぜひとも早く解放されることを願って、1本目といたしたいと思います。ありがとうございました。